1>, はいえー、1億円シリーズ速化塾の久保でございますさあ1億円シリーズの中でやっぱりね短期的にお金を稼ぎたいっていう気持ちは誰でもあると思うんですよ。なぜなら短期的にお金を稼ぐと余った時間を家族や愛する人のために使えるからなんですよねえ。そして自分が助けたい人のために無償でやっぱり活動する自由が得れるのもお金が短期間で稼げるからなんですよ。でこう考えていくと まあ言い方悪いんですけどもダラダラとしかお金が稼げない人っていうのは人の役に立つことが実はねあんまりできないんではないかなっていう見方もあるんですよねさあそれではですねそろそろどうやったらお金がそんな短期間で稼げるのか教えてくれよって話になりますこれはですね歴史を紐解いていくといいと思いますまずは農耕文明がありまして農業革命っていうのが昔々2000年ぐらい前にありましたよね農業革命はどういうことかっていうと今までは偶発的にできている木の実や草の根を分けて取るしかなかったんですけどもそれを人工的にですね 栽培することによって1年というサイクルの中で何回も収穫,をの,時期収穫の時期をですね意識的に作ることができるよってことなんですよ。さあ農業革命に乗った人っていうのは豊かになったと思いませんかうん自然に発生している食事を 求めて取る人そういうのもね狩猟民族っていうのもありますけども自分の畑でしっかりと農作物を作って1年後のこの時期には食事がいっぱいできるよねってご飯がいっぱいできるよねっていうふうに蓄えてた方っていうのはやっぱりね自分の財産をストックすることができるようになったわけなんですよ。さあそれから時は過ぎて1800年過ぎまして産業革命がありましたあ今から200年ぐらい前ですね200年ぐらいに産業革命として工業化が進んだわけなんですよ。 この攻撃が進むと何が起きるかっていうと夜中に電球を灯してそこで仕事をすることができたり24時間あ財産をね構築するために 工業化要するにテクノロジー、機械を用いてですね、自分が働かなくても、大勢の人が働かなくても、同じ効果が出るような工業精神を作ることができたんですよ。まあ、車とか蒸気機関とか、それはいい例ですよね。そういったものを使うことによって、今までは人海戦術100人、200人の人を雇わなければならなかった。100人、200人の人を雇うには、その人を雇うためのコストも労力も必要だし、その人の労働環境を守るためにも、いろんなエネルギーが必要だったんですよね。ででも機械を1台買えば100人分の働きができがると その機械1台をポンと手に入れてです、ね、あとはあ働いてくださる人に、まあ、特に、ね、機械ですから食事をさせるわけでもなくてガソリンやオイルを注ぐだけメンテナンスをするだけで人間的なメンテナンス以上にコストがかかんなくなってきたわけなんですよ。 とととといいううここでで一部の資本家階級が現れたということですよね。その資本家に合わせて銀行というのも発達したっていうのが現在の今日の経済の成り立ちの基礎になっているわけなんですけどねそれからまた200年以上時が過ぎまして今度はどんな革命が来たのかなとこれがね情報革命ですよね。 今私たちが直面しているところです。じゃあ私たちは情報革命ってものに今ぶち当たって本流に来てるわけですよ。その時に何をするか、何をするこのようにやって短期間でお金が稼げるかっていうと、もう少なくともですね、農業を1年間やることではないんですよね。そして工場勤務を10年間、20年間やることでもないんですよね。何をやることか。スピードの速い、そして集客力の強い、情報を扱うことです。どんな工場に働いたらあなたの時給はいいですよとか。 どんなところにあなたが最適な仕事がありますよと。 どんなとこころに美味ししいい食事があってしかも安でですすよよれ全部情報の力ですよねだから情報を発信する人に人が集まりいわゆる集客が成功してこんな工場ですよってところにはまあせいぜいね従業員として100人とか200人ぐらいしかキャパシティがないものをやっぱりね情報発信者っていうのは1人が YouTube をやるだけで5万人10万人100万人と視聴者さんを集めることができるんですよだから私は今この時代に情報発信をすると情報を扱っていく仕事をしなければものすごくね 時間が惜しくなるというかね、えー、時間がもったいなくなるんではないかなってことを感じてるんですよね。えー、そしてそれに気づいた時私は店舗を経営することよりも情報を発信することの方が世のため人のためになってしかも自分の収入や時間の余裕も持てるってことに気づいたそして確信したわけですよね。それが今まで続いていてその確信をさらに確信を強めてるわけなんですよ。そうですすすね情報発信知知知ららなないいいここことととをるるにに作業これがが私たちのの仕事だと思います多くの方が知らないことに 汁をこう、ね、持ち込んでいくとか気づきを与えていくとか。 私なりの考え方はこうですよ、あなたはどう思いますかって言ったときに、確かにそういう考え方は思いもしなかった。そんなことを言ってくれる人は自分の周りにはいなかった。当然ですよね。自分の周りにはせいぜいね、100人ぐらいのコミュニティしかないですから。でも、インターネットの世界を開くといきなり1億人、30億人、70億人って世界が広がってるんですよね。そこには、ご近所でしか触れ合えない100人前後の人よりも、賢い人や独特な人が出会うチャンスが多いわけなんですよ。そこに1億円のネタがあるわけですね。でさらにはですね自分が誰かにとっての 情報発信者誰かにとってね情報発信者になることもできるわけなんですよさあ YouTube を始めてみませんかそれが1億円の旅の入り口だと私は思いますそれでは失礼します